不行の皆さん、こんにちは。不行の中星、エキドナでございます。今回は、このマップ、テキサスコロニーの方を、蹂躙していきたいと思います。そして、今回のデッキはこちらとなっております。今回は、スナイプ講座ということで、私、異形の中星、エキドナが、スナイパーの、強さというものについて語っていきたいと思います。編成はこのような形になっております。ガンダム4号機が2機、ジムスナイパーウォルフが1機、ジムスナイパーが1機、こちらの4機体の編成でテキサスコロニー、人が住めないコロニーにしていきます。今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。あまりこのマップもスナイピングポジションといいますか、するスナイプする場所が何点かございますので、そちらの方を紹介していきたいと思います。まずはですね、基本ここでのテキサスコロニーのスナイパー機体の立ち回りなんですけども、初動はまず3の方に行きましょう。ここのスナイパーの役目としましてはですね、3番のラインを上げていくという、ラインを支えるという役目、重要な役目がございますので、3番の手前の方から3番に入っていく敵機体を狙って殺していきましょう。スコープを除けば相手は死んでいきますので、あとは勝手に、こちらの出力でスナイパー機体というのはですね、全体的にスピードが遅いのでございますので狙っていくわけですね。当たりませんでしたね。なかなか難しいのでございますよね。予測していくのがスナイパーの基本でございます。ここでラインを上げつつやっていきましょう。当たりますね。でちょっと今の私はボタンを間違えてございますよね。出力で相手がこけたらすぐに連射式ビームライフルでやるのがセオリーでございますよね。当たりませんね。ちょっとこのカクカクがちょっとあれなんですけども、すかさず隠れて出力を貯めて前に出ると、合わせて当たらせて、あとはモレーシャー式で弾幕を張って避けて物陰に隠れて出力を貯めて放つ。それだけでも相手は死んでいくでございますからね。ちょっと分が悪いということで一旦引きましょう。出力ビームがなくなりましたので。ただですね、皆さん、キル取れてなくてもですね、これだけでも相手は4機体ぐらいは入ってこれませんでしたので、私が抑えたおかげでですね、3番が連邦側に取れたということで、できることならここに補給管か、ありがたいですね。ここは称賛しておきましょう。称賛は重要ですね。で今回スナイパーや講座ということで、極力私のパソコンに負荷がかからないように、全てのカットインを切っておりますので、これも重要な作業でございます。こちらの方はオプションの方で切ることができますので、ぜひ皆様もお試しください。高スペックの方もぜひそれで試していただければ違いがわかるんじゃないかと思います。私のパソコンの方ではですね、カットイン入るたびにカクつくということが分かりましたので、中の方に行きましょうか。ここに戻ってきたやつをやっていきましょう。まずですね、補給管が来ましたね。ここで出力が切れるというのは非常にまずいですね。これは非常にまずいですね。ここで出力が切れるというのは非常にまずいです。なのでこれで味方の銃が倒してくれましたね。ありがとうございます。
私あの出力が回復したいんですけども、ここで一旦帰っておきましょう。スナイパー機体、この子はですね、あのなかなかコストが高いので大事に使っていきましょう。防衛しつつやってみましょう。ここで出力を使うのは若干あの答えないでございますので、ここでは連射式を使って前線に飛び出していきましょう。ガーベラですね、ガーベラ、結構来てますね。ここはもう出力を使いましょう。出力を使っていきましょう。当たりましたね。あんだけあの集団で邪魔れ小僧、まあ、こうなっていくとですね、なかなか多勢に不勢ということで、大勢でかかられるとスナイパー機体というのはあっという間に溶けてしまいますので、ある程度距離を保って戦うのが基地かと思います。こちらの方を食べていって、ちょっと今のは外してしまいましたね。ガーベラが右に行くと思って撃ったんですけどもね、なかなか予測通りには動かないのがやはり人間ということですよね。こうやってるだけでもね、簡単にキルが取れるということで、もうここというのはもうここでもう引っ張らしているだけでも当たりますので、あとは味方の方がこのキルを取っていただけるとおこぼれキルがいただけますのでね、ちょっと挟まってますね、気をつけましょう。スコープだけを覗いているとこういった今の私のようにはまって動けなくなったりしますので、ちょっと上すぎましたね。ちょっと下の方に行っていれば、もしかしたらさっきのザメルさんにクリーヒットいけたかと思いますので、ここでもう打っておきましょう。ここで牽制も兼ねて打っておきましょう。で私今出力がございませんので、はい、ありがたいですね。これも賞賛ですね。ありがたいですね。こちらの方で出力を回復していきましょう。で、ここにいるときはですね、ジオがいないように。で、できればスナイパー機体はこちらの方で出力を構えて、ここで溜めつつ出て撃つ、こういう形で。基本でございますよね、スナイパーの。だばらまいて隠れて、これをひたすら当たりますよね。惜しいですね。ガーベラはなかなか速い機体ですので当てるのが難しいんですけども、こちらはもうほぼほぼニュータイプとしての勘を頼りにやっていきましょう。おそらくここにおりますので、当たりましたね。この死体をじゃあ処理していきましょう。処理できた、生きておられましたね。死体かと思ったら生きたお方でしたね。ああ当たらない。そして忘れてはいけないのが、それぞれの弾速が違いますので、ある程度予測して撃っていきましょう。なぜ今当たらなかったのか、ちょっと私には黙れ小僧。さあ次行きましょう。お待ちかねの新機体スナイパーウォルフでございますがね、こちらの3番のラインを上げていきましょう。必要ないかもしれないんですけども、こちらの機体の方ですね、私3つともスロット3つともスナイパーの武器を所持しておりますので、まず敵がいないときはこちらの方を貯めていき、当たりませんでしたね。ですかさず F に切り替えて、あとはもう連射で。スナイパー機体というのは結構近くに来られるとですね、厄介なので、距離を保ちつつ、あっ、ボタン間違えましたね。なかなかウォルフさんはちょっと難しいので、初心者の方はぜひ気をつけてプレイしていただけたらなと思います。ちょっとウォルフさんの良さを見せる間もなく機体を無駄にして
行ってしまいました。こちらの方はですね、あくまでもこちらの機体は駄目でございましたね。ちょっと無茶がしすぎましたので、こちらのあのスナイパーは、ジュムスナイパーはあくまでも支援する形でキルを取りに行こうとすると、あのやられてしまいますので、そこら辺のあの機体をそれぞれ役目というものがございますので、はい、そちらの方も巻きまえた上でプレイしていただけると、なおあの活躍できると思います。こちら結構来てますね。こちらちょっとジャックタウンで守っていきましょう。いったらそのガーベラをちょっと落としたんですけども、ダメですね。カメラもやられて、もう機体がボロボロです。黙れ構造。またあのこの方でございますね。先ほどから私あのこの方にすごくあの蹂躙されておりますがね、この9番防衛した方がいいんじゃないでしょうか。フランスパン工房スナイパー機体でやっていきましょう。はい、ラーメンタイム開けましたね。スナイパー機体の生きるポイント、その2、防衛でございますね。防衛時には出力機体がものすごく役に立つでございますね。なぜかと言いますと、出力は何機体も後ろの機体を貫いていきますので、溜まっている方々にこう打ち放つだけで何人もの機体が貫いてキルを取れるのでございますね。まずですね、やられないように物陰に隠れつつさばいていきましょう。しかも敵がいるっていうのを分かっていれば、もう出力を投げるという形で、相手もスナイパーがここでいますのでね、こちらでも構えておきましょう。撃ちます。これちょっと外しましたね。あともうばらまいて隠れて貯める、これの繰り返しでございますね。はい、なかなか出力の弾速が下がりましたので、昔ほど当たらないですね。こっちからガーベラ来ますね。それを予測して当てるのがいいですね。昔は弾がぶっとくて速かったので結構当てるのが、ああ動きに優雅さがありません、ね、黙れ小僧。ダメなことだね。ウォルスター使っていきたいんですけども、支援機で、あくまでもこの方はですね、支援機として私は使っておりますので、この方でキルを取るというのはなかなか難しいので、おこぼれキルを頂戴しに行きましょう。この長距離のビームを使って嫌がらせをしていきましょう。落ちましたね。あ、惜しかったですね。今あの方下で死んだようですね。アシストが取れましたので、ここで貼っておきましょう。あくまでもこの方は嫌がらせ、キル取れましたね。おこぼれ、ほぼおこぼれキルでございますね。相手からは絶対にここ届きませんので、相手がスナイパーですと届きますので、そこら辺注意してやっていきましょう。速い方はなかなか当てるのが難しいのでございますので、慎重に狙っていきましょう。カーデラさんはちょっとエイムはちょっと届きませんでしたね。ちょっとマウスの速さをもうちょっと速くするといいかもしれませんね。ダメですね。こちらの方で打っていきましょう。当たりますよね。私は3点はちょっと苦手でございまして、ロックオンされても動じないのがスナイパーの鏡というものでございますね。覚えておいて損はないと思います。あまりマウス動かすとですね、動かなかったり当たらなかったりするので、機体からこう動いてクロスに当てていく。ちょっと私も前線に行きましょう。当たりますかね。
当たりますわね。この方はですね、モジュールに反動を抑制するモジュールと高速リロードですね、3をつけております。その2つのモジュールをつけることによって反動が軽減されて、なおかつ連射が効くと。まずですね、ちょっと久米さんが来ておりますので、久米さんからは逃れましょう。一旦逃れましょう。久米さんからは補給しつつ前線へ戻りましょう。おそらくこの中におりますので、あ、敵のジオデルですね。多分あの味方は多分、あ、やられてしまいましたね。このまま、いや、ありがたいですね。ありがとうございます。助かります、助かります。私スナイパーの今瀕死状態でございましたので感動いたしました。当たりませんね。キル取れる絶好のチャンスでございました。あまりマウスを動かすとですね、本当に当たらないことが多々ありますので、ラグなどといったね、弊害がございますので、こうやってもう当てていきましょう。ガンガン当てていきましょう。近くでもね、気合があれば当たるので、ちょっと近づきすぎましたかもね。はい、4番の方をちょっと守っていきましょう。ウォルクさんで守っていきましょう。4番結構下から来ていますので、こういった狭いところではですね、かなり当てやすくなっておりますので、積極的に当てていきましょう。そして敵が近くにいないときや、余裕があるときは、こちらの方を貯めていきましょう。この方の名ですね、なかなか出力とは違って HP が削られないので優秀でございますわね。はい、味方でございますね。ここはちょっとですね、上の方を私は見ていきましょうね。はい、こちらの方を見ていきましょう。当たりますわね。なかなか弾速が遅いので、ちょっと近くに行きましょう。あまりこう近くに行くとやられたりもするので、下に落ちましたわね、ゆきさんは。そうしますと、ここにおられるのはなかなか下に向けないんですね。これはもう行ってしまいましょう。あ、やりましたわね。ちょっとブーストのこの方はですね、ブーストがなかなか弱いので、ありがとうございます、助かります、ありがとうございます。このまま行ってしまいましょう。ある程度近くに行ってもですね、ノースコープでも敵に当たりますので、もうウォルフさんは突っ込んでしまいましょう。このまま当たりませんでしたね。惜しかったですね。こういうこともございますので、あまりこう過信はしないように行きましょう。もうこのまま私はこっちに行っちゃいましょう。ノースコープといってもね、一瞬こうスコープを覗いた瞬間に撃つだけでもまっすぐ飛びますので、まあ、できればね、そちらの方を使っていきたいと思います。惜しかったですね。こちらの方に敵が、ブーストはこの方、やはりブーストがすぐ切れてしまいますので、ブースト管理は気をつけていきましょう。ちょっと補充させていただき、ポットでございませんでしたね。私ちょっと勘違いしてしまいました。じゃあこちらの方から、2番を目指していきたいと思います。2番の方ですね、攻めていきましょう。この上に敵さんの反応がございましたね。ここはもうスコープを覗いていきましょう。狂ってしまいましたね。焦ってしまいましたね。あれこそ言いましょう。出力こちらの方ですね。じゃあ
6番の方の立ち回りの方を見せていきたいと思います。まあ、基本的にはですね、こちらの坂道の方で立ち回るということで、連射型は、連射式はいいですね。連射式はいいでございますね。こうなってくるとなかなか難しいですね。スナイパー機体こうなってくるとなかなか難しいですね。もう時間がないので、時間がないんでございますので、終わりましょうといったところで、お相手は私、異様の中心エキドナでございました。次回のスナイパー講座でお会いしましょう。フランスパン候補。